25番がレナルド・ディクソン、昨日23ポイント32番が192センチフィジカルがあります薄井ひろきです。兄達彦が今最後にコートに入りました。そして背番号0宇都宮陸は4ポイントだった駒澤颯、負けた。今度は愛媛のポイントガード星野達彦が攻め返しました。フィッツジェラルドから坂田にゴール下に入って、ここはライアンクリーナー、ファールももらいました。ジェラルドがターンしてからこの辺りは福気味決めていきました。さあもう一度攻め直します。中に入ってユージン・フェルプス、昨日のゲームでは16ポイント11リバウンドダブルダブルを達成している。さあ青森の人はこの第2クォーター一つギアを上げていきたい。ジャクソンだ、あっとライアン・クリーナーが倒れましたが大丈夫です。リワッツが第2クォーターの序盤に一気にこうプッシュしていこうというところ、この戦いでいます。パスアウトから坂田のスリーポイント、プレッシャー厳しい、嬉しい。ここはマイボールにする。さあ、年の立ち位置からライアン・クリーナーが見事に決めていった。練習からハードにプレーしているこの成果というのがゲームにも出ていると、そう話をしています。ここはユージン・フェルプス、ヒッツ・ジェラルド、年の吉彦、スリーポイント遠目から狙った、坂井陽平、地元青森出身のプレイヤーです。あー、ここも決めていった。ここはフェルプス、いやー、オフェンスリバウンド八幡だ、狙っていく、来ました。さあ、フィッツジェラルドは、コースが空いていきました。今外国籍選手はジャクソンがいますが、さあ外から行く下山大地。さあ中に入ってきたジャクソンですが、ここは右手で入れていった。さあ3秒2秒時間がないぞ、ショットを狙った、決まった、ブザービーター、野田と純喜。ホームゲームでのプレーは今日が最後になる宇都宮です。残り 1.7秒5秒、これで試合終了、92対